こんにちは、日野です。非常に今日はね、暑いですね。ここの、上が火が当たっているので、かなりスマホもですね、熱せられているような状況で、あまり長時間は撮れないんじゃないかなと思うんですけれども、ミネラルも重要なんですけれども、同時にタンパク質もですね、非常に重要だなっていうのを感じて、確かに取っていくと非常にいい感じがしています。ですから、できるだけ今は糖質は抑えつつ、単純糖質って言われる GI 値の高い糖質ですね、こういったものは、間食とかでもほとんど取ることはないですし、プチ断食をしているとほぼ取らなくて済むようになってきたので、そういったものを抑えつつですね、あと脂質とタンパク質を意識してしていけばですね、状態も非常に良くなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。体調はですね、体調はあんまり今落ちてないんですけれども、体調はすごくいいんですよね。ですから、そのあたりを自分なりに今いろいろと人体実験をしながらやってみているんですけれども、もうちょっといろいろ取り組んでみて、これからね、どのようにしていくかっていう方向性も決めていきたいと思うんですけど、できるだけ、筋肉を落とさないっていうことを今目標にしているの で筋トレを取り入れて、できるだけ絞った体を作りたいなっていうふうに感じています。そういうことでね、今体を少しずつ絞っていってるという状況ですね。で、自分の体を整えるっていうのは非常に周りも整ってくるなっていうのを感じてて、内側、自分の体って内側ですよね。この自分の体、内側を整えることによって、外側もですね、自然と整っていくっていうのを感じています。内側を整えれば、外側にそれが、ね、波及して、広がっていくっていうのがあるんですけれども、やはり内側を整えるっていうのはすごく重要で、余分なものを取らないで、変なものを体に入れないようにしていくと、自然と外側の世界もですね、そういう風にしていきたくなるっていうのが、今断捨離が非常にしたいんですよね。断捨離というか、できるだけ空間もすっきりしていきたいなっていうのを感じてて、僕自身非常にこう片付けるのが苦手でですね、なかなかそのあたりが苦労してるんですけれども、大型っていうのもあるのかもしれないんですけれども、いい加減っていうのか。ですから、ただそのあたりを、自分の周りを、環境を整えていくことってすごく重要だなと今感じていますね。だからちょっとずつ店の空間もですね、やっぱり物が非常に多いで、特に本も多いですし、本ももうちょっと絞っていかなきゃいけないんですけれども、いろんな物が多いっていうのもあって、商品を扱っているのもありまして、今商品のアイテム数がどんどん増えてきてて、これもですね、もうちょっと絞っていく、今絞っていく時期に来ているのかもしれないなっていうのを少しずつ感じててですね、どんどんいいものは取り入れて扱いをしていっているんですけれども、それに伴ってですね、在庫もやっぱり増えていっているというところで、もうちょっと在庫も絞りたいなっていうのを今感じているところですね。だから、それ以外にも余計なものっていうか、そういったものが非常にまだまだ多いなと感じているので、断捨離というのか、整理整頓をしっかりもう一度見直して今していきかけているところですかね。空間が本当にすっきりした状態でいると、自分の内面もね、
同時に整理されていきますので、非常に心地いい状態ですよね。だからいろんな場所に旅行で例えばこう宿泊する場所とかってやっぱいいところだとすっきりしてるんですよね。でこういう空間でいつも過ごせたらいいなと思うんですけれども、そういうホテルのいい部屋とかいい空間っていうのは、まあ、整っているので、そういうのを見ると体験すると、自分もねやっぱそういう場で常に過ごしたいなっていうのを感じて、少しでもねそれに近づけるようにやっていきたいなというふうに今思っているところですね。だから自分のよくいる空間、まあ、結局店と家となる自宅となるんですけれども、そこを、いい環境にしようと、前々からその癒し落ちをしていこうっていうことでいろいろしてきてはいましたので、場の空間としてはそのある程度はいい空間にはなってるとは思うんですけれども、あとはやっぱり整理整頓、まあ、まずは整理整頓ですよね。そこから始めなきゃいけないって本来はね思うんですけど、だからそのあたりをもうちょっと今年特にですねしていきたいなと。僕一泊水星という九星気学でいうと一泊水星なんですけれども、いろんな人のこの YouTube の映像とか昨日よく休みの日に見てたんですけれども、まあ、6月にも入りますけれども、明日から6月は、断捨離をするといいっていう、ね、のがありましたので、まさにそういう時期だなっていうふうに思います。九星気学、まあ、統計学とは言われてるんですけれども、見ていくと非常に面白くてですね、帝王学なんですよね。結局帝王学で、古代の人たちが使ってきたものを明治になってまとめ上げたというものみたいですね。園田さんっていう方ですかね、その方が。ですから徳川家康とか明治天皇、まあ、大正天皇から公開、世に一般的に公開されたみたいなんですけれども、そういったものを使って、ま、松下幸之助さんとかですね、トヨタ英治さんですかね、ちょっと忘れましたけども、中高の祖って言われてるトヨタ英治さんか、違ってたらあれですけれども、そういった方がやっぱりその気学を使われてたっていうふうに言われてますよね。まあ、そう見ていくと興味深いなと思うんですね。というところで、少しずつねデトックスをしていこうと思います。今回はね以上になります。ありがとうございます。